じゃあゲストをご紹介しましょう。外人はゴーゴーの皆さんどうぞ。松井選手の応援歌ですね。ニューヨークヤンキース松井選手の応援歌55、50番を歌ってらっしゃいます外人は55の2人なんですけども他にもいらっしゃるいらっしゃいます。でも今回2人だけなんですけども、キクちゃんとみかんくんです。あ、キクちゃんです。はい、キクちゃんです。キクちゃんどうぞ。はじめまして。みかんちゃん、みかんくんです。みかんくんです。みかんくん、あ、みかんくん。え、日本語はできるんですか。ゆっくりくらい、じゃあ少しできます。おー、すごい。少し、少し、でアルバムの方も出ておりますので、応援選手、松井選手応援する時もしてない時もぜひ聴いてください。はい、よろしくお願いします。今日参加してもらいますので歌もお世話になります。歌え小さい子でいともいともものすごい衝撃的ないとも背が高えねでっけえなさあ次の手前に行きましょう。こちらです。1993年シングルチャート、ちょうど10年前ってことですね。はい、え、もう10年経つんですか。意外とこの曲10年経つのと思うのがあるんです。はい、ちょっと行ってみましょう。世界中の誰よりきっと中山美穂のこれね、これ10年前です。その次エロチカセブン、サザンオールスその次、私の女神、リーズ。あー、何でも歌えるんですね。微妙に歌ってなかった。次、負けないでザロ応援する、応援する。その次、ロード、ザ・トラブル。次、やーやーやー、犬の前にジャイアンダースカこれはね。その次、愛のままにわがままに僕は君だけを押し続けない、ビーズ。知らないね、ギター松本さんのやつ。時の扉ワンズ。揺れる想いザド。真夏の夜の目、マストヤイ。以上ですね。このうちの1位を当てずに当てていただきます。ワンズとかザードって10年前。さて、外人はゴーゴールに参加になりますか。分かるわけない。ゲームスゲームのゲームスゲーム。上手です、はい、じゃあ通訳できる。かっこいいじゃん、通訳できる。ちょっと待って They look kind of red to me. Yeah, they look どれいきますか。 I'm gonna go to I think we should go with him.38.5。一応標準記録からやりました。さあ、向井、品川庄司。はい、はい、明日、DVD が出ます。お願いします。お願いします。大人はどうなる。同じサマードラムスクール、私もやります。